皆様おはようございます。 KPN の時間です。私、剣持カンナがお伝えします。本日のニュースは、です。ぜひ最後までご覧ください。概要。安倍晋三首相は31日午後、首相官邸で開かれた第3回新型コロナウイルス感染症対策本部で、水際対策を強化するための具体策を新たに発表しました。一体どんな対策なのでしょうか。早速見ていきましょう。施策の内容。安倍首相は首相官邸で開かれたこの日2回目の対策本部で、当分の間、入国の申請日前14日以内に、湖北省における滞在歴がある外国人、または湖北省発行の中国旅券を保持する人は、特別な事情がない限り、入管法に基づき入国を拒否すると述べました。2月1日午前0時から実施されています。大切なのは、今回発表された水際対策の内容について、対応が遅いが、やらないよりはマシ。今からでも一番蔓延している地域から拒否できるのは大きい。何もしないよりはマシといったように、対策を実行したことは良かったとしつつ、対応が遅すぎ。いや、もう遅いでしょ。今さら、遅すぎるといったように、もはや高齢とも言える政府の対応の遅さに批判が相次ぎました。中でも、もう中国全土に広まってるのに、なんでそんなに甘いの？という意見の、それな感が凄まじいです。一方、なぜ湖北省に限定するのでしょうか。まともに自己申告して入ってくるとでも思ってるのか。これは、実質的に意味がない手段ですね、といったように、今回の対策に意味があるのか、疑問を抱く方も多く見られました。水際対策というのが、外国人入国における最後の防衛線になるということもあり、すでに実施されているとはいえ、この対策でいいのかという一抹の不安を禁じえませんね。私は一抹どころじゃないと思ってますけど、新型コロナウイルス対策として新たな水際対策を発表した安倍首相。対策を講じるのは良いと思うのですが、正直遅きに失している上に、対策として不十分ではないかと感じます。政府の対応の遅さは、ゴーン被告の事件を見ても明らかなのですが、中国のインバウンド事業を手放したくなかったのではないかという意見もあり、国民の命よりも国益を取ったのではないかという怒りの声も上がっています。真実は定かではありませんが、今回の件で国民の命の危機が広まったのは間違いないでしょう。日本政府には今一度国益について考えていただきたいですね。いかがでしたか？本日のニュースはどっちが大事なの？今日から施行された新型コロナウイルスの水際対策に批判が殺到でした。このニュースが面白いなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のニュースでお会いしましょう。